皆さんこんにちはレ e c 専任講師の赤松ですこの夏梅田駅前本校で実践力パープ講座を担当させていただきますよろしくお願いいたします実践力パープ講座は中上級講座という位置づけですただ中上級講座とは言いましても難しい論点ばかりやるわけではありません9割方は基礎知識の確認だと思ってください 基本論点を漏れなく網羅的に再復習していくそのような講座です皆さん一通り小書試験の勉強をされてある程度の知識は持ちいいだろうと思いますただその知識が今はバラバラな状態ではないでしょうかそのバラバラの知識これは例えるならばパズルのピースですこのパズルのピースを組み合わせて パズルに完成させていく実践力パワーアップ講座はそのような講座であると思ってください私は梅田駅前本校で生クラスを担当させていただきますが私の講義のポイントは3つありますまず一つ目は abc のランク分けです私のクラスではテキストの前半にわたってテキストを A ランク B ランク C ランク三つのランクに分けていきます具体的には A ランク論点にはマークをする B ランク論点には印をつける C ランク論点はカットをするそのような要領で行っていきますえ、皆さんは復習の際には A ランク論点 B ランク論点とされたところそこを重点的に行ってくださいじゃあ C ランク論点はどうかというとこれはたまに本試験各、えー、問や答連で枝レベルで出てくる論点となりますからそれが出てきた時にテキストを参照する確認するその程度で結構です。えー、皆さんはテキストを、えー、パッと見て A ランク B ランク重要なところそれから C ランクあまり重要でないところそれが分かるようなものに仕上げていきます。2つ目のポイントは 板書にあります。テキストの補足論点を板書という形で皆さんにお伝えをしていきます。そして通常板書というものは皆さんが手書きで写していただくものとなります。ところが私の講義では板書をあらかじめ印刷をしたものを皆さんにお配りしています。そして皆さんはその配られた板書を切り貼りして テキストの空白部分に貼り付けていってください板書の方もすのように切り貼りができるようなサイズに工夫して極力作っておりますテキストはテキスト、板書は板書これでは情報がバラバラになってしまいます板書の補足情報をテキストに切り貼りをして情報の一元化をしていってください 私のクラスですっように、情報の一元化、集約が工夫してできるように講義を行っております。三つ目のポイントは、レジュメにあります。私のクラスでは、テキストにリンクした枝別の過去問レジュメを使用します。皆さんがインプットの講義を受けていただいた後、 本試験の過去問題を解いていただくこれは非常に重要な作業となりますえただ実際にはこれはなかなか難しい作業とも言えますなぜならばテキストに出てきた順番通りに過去問題集の問題が並んでいるかというとそうではないわけですじゃあどうすればいいかテキストの順番通りに並んだ過去問集これがあれば最適なわけですね 私のクラスではそのようなものをレジュメとして皆さんにお配りをしています私が過去文を枝別にしてテキストに出てくる順番通りに並べ変えたものそれをレジュメとして皆さんにお渡しをしています皆さんこのレジュメを使っていただくことによってインプットからアウトプットへのリンク付けこれを極めて効果的に行っていただくことが可能です 以上のののように私の講義では3つのポイントまず1つ目がテキストのランク分け2つ目が番書3つ目がレジュメですがこの3つのポイントを軸として皆さんに親切で丁寧な講義を提供してまいります。来年は民法の再建法大改正前のラストチャンスとも言えます。 来年こそはこの司法書試験に合格できるように一緒に頑張っていきましょう。それでは皆さん梅田駅前本校でお待ちしております。